んな漫画みたいな人生あるかと。まあやっぱ起業したいって意気込んでるわけですよ。でもね、俺も300万、借金300万スタートなんだ。はい。今日はですね、ちょっとこの間、街でちょっと捕まえた、ちょっとおもろいナンパ師っていうか、まあ初心者なんですけど、ナンパしてるやついて、なんかすごい形相でナンパしてたんで、あいつなんだと思って、ちょっとカメラこっそり回しながら撮ったんですよ。その企画もこの間アップしたんですけど、で、やっぱりいろいろその後は話聞いてみたら、めっちゃおもろいやつで、いや、こいつなんなんってなったんで、ちょっと今日、こう、呼んでます。で、皆さんに紹介したいと思います。そろそろ来ると思うんですけど。お、来ましたね。やつが来ました。どうも、人気の星、失礼します。始まったぞ。家出た時から怖いの思ったし、おい、あ、何お菓子持ってきた。いいね、そういうとこ好きだけど。あ、じゃあちょっとこのズラをかぶっていただき、はい、君もいろいろ、まあいろいろやばいと思う。はい、じゃあここ座ってください。初心者ナンパ師のシンジさんです。シンジ君です。です。え、いくつだっけ？26です。あ、26ね。はい。なんかもうさっきちょっと事前に聞いてるんですけど、でもめちゃめちゃ面白くてですね。こんな漫画みたいな人生あるかと思って聞いてました。で、今仕事は？フリーランスでやってるよって。USC やってると。はい。で、地元が？九州。で、地元の大学出て、はい、で、一回就職したんだよね。そうなんだよ、はい。で、どれぐらい働いたんだっけ？8年で辞めたんだっけ？なんで辞めたんだっけ？起業してなって思ったし、日系のちょっと古臭い感じだから僕に合わせて抱えました。まあ、なんか、辞めるやつが、言いそうな。難癖的な、言いそうなやつ。そうですね。まあでもとりあえず起業するきっかけとして今辞めたと、踏み切ったと。それをなんか親友に話してたんだよね。親友は東京先に出てきてて、そしたらお前来いよみたいな。呼んでくれて。はい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 。ほんで東京来て、そっから面白いんですけど、東京来て、まあいや、まあ起業したいって意気込んでるわけですよ。東京来ていきなり安易な儲け話に引っかかってしまったらしく、なんだっけ、投資詐欺。いくらぶっ込んでしたって何でしたっけ？300いきなりぶっ込み。はい。で、それ上京していつだっけ？1ヶ月です。上京して起業するぞって意気込んで、一ヶ月ですねで、投資詐欺300万あったと。いやー、やばいですね。やっぱその、向上心のあるバカってかわいい。もう300万ぶっ込んでしまったと。そうなんですよ。でもね、俺も300万、借金300万スタートなんですよ。マジっすか？そうなんですよ。そうっすね、うん。だからちょっとやっぱ親近感湧くというか、ナンパしてるとこを見て、ちょっとあいつなんかすごいな、動きがやばい、目つきやべえな、表情やべえなって思ったんだけど、だからなんかあるなと思ったんよ。だからそれ聞いて、はい、なるほどって思って。親近感感じたというか、嬉しいです、うん、今はじゃあ借金返しながらナンパしてると。ナンパが始めたのは私、ナンパ始めたのは1ヶ月前ですね。ああ、そうなの。まあそれまでもちょっとたまにやってた。それについ気分になった。あ、なるほどなるほど。いや、まあ確かに借金あるとはいえ、やっぱ女を口説きたいじゃないですか。でもかといって普通の出会いだと金かかるし、ゴーゴーくんとか8000とか1万とか秒で飛ぶじゃないですか。そうなんですよ。となると結構女口説きたいけど負担みたいになってくるんですよね。そうなんですよ。ナンパで金かかんねえみたいな。すごいですね、うん。で、なんかこうゴールとかでなんかあんの？やっぱそのナンパでやっぱ可愛いことを、ダ
確かに。可愛い子とエッチしてる間は借金のこと忘れられるよね。パパのどうでもかい。でも俺は、借金も、その、コミュニケーション系の学校コーチングとかコミュニケーション系、まあナンパの腕上げるために行ったってのもあるんだけど、そういうのに行ったってのがあって、死ぬ気でナンパしてましたね。だって借金300万だから、ケツに火ついてるような状態なんで。で、半年で、事業案件4つ。女捨てて。そう。で、そのうち1個の会社を、社長みたいに収まりましたよ。なんとかお金儲けに。そう、なんかまあコーチングとかもやってたから、それでなんかいろいろできるよみたいなことも言いつつも。なんとって考えないですね。まあ人のつてはできるよね。いいよ、なんか話もありつけますよみたいな。だからそうやってナンパって、だから何の活動にするか、何をゴールにするかやって、どこに行く先が全然違うんですよ。だからそのまあ変にただ女とやりたいぐらいふわっとしたゴールで、現実逃避したいでやるのと、この状況を打破したい、企業に何か結びつけたいとか、アンテナ張りながらやるのでは全然結果が違うんですよ。なので、まあせっかくだったら、まあとりあえずなんかゴールをつけるといいんじゃないですか、うん、そうですね。とりあえずどうしたらいいんだっけ。何なのまあ質問し聞いてるとりあえずそもそもで起業したかったでしょ。そうそうそう。じゃあまあ一旦とりあえず借金返したいでしょ。まあどうぞ。あ、でも、はい、だったらまあとりあえずそのナンパしながら女にも相談しまくって、で中にはエンジェル女子みたいなのがいて、お結構夜職の女でも数千万貯め込んでるんですよ、ゴロゴロいるから。そうなの。いるよいるよ、なんなら起業だって一緒にやろうよみたいな風に誘ってくる女がゴロゴロいますよ。そうですか。だからその目的気が合致すれば、なんかエンジェルしてくれる、演じてる女子みたいな方法結構見つかると思いますけど、ね、とりあえず借金を全部返すみたいなところをゴールにしたんじゃない。こういう借金抱えてナンパしてる人が世の中いるんで、でも皆さんスタートラインいいと思うんですよ。結構ヤバい人も中にはいるかもしれないけど、でもまあどういうスタートあれナンパめっちゃしてしまうことで結構人生変わったりするんで、でまあ彼が今後どうなっていくかで、みんなに勇気づけられたりするかもしれないし。できたらいいですね。ちょいちょいなんかまた動きがあったら報告してよ。わかりました。聞いてます。借金増えたとかもおもろいと思う。あ、それいいじゃないですか。大体。それはそれで湧くと思うけど。え、なんで増えてんのみたいな。じゃあとりあえず借金ゼロにする。はい。はい。じゃあまたなんかいろいろ出てよ。ああ、なんか路上企画とか、また金持ちそうなおばさんに声をかける会とか。ああ、いいですね、面白そうだ。やりたいっす。うん。いや、楽しみですね。はい。って感じで、おい、そんな300万でナンパしてるなんて勇気づけられたわい。わしはもっと楽勝だからナンパするわいって思った人は声をコメント、チャンネル登録、お願いします。あと、いや、なんか面白そうだな、ナンパしたいな、でもナンパできんって思ってる人はですね、まああとなんかちょっと金につなげたいとか思ってる人はですね、なんかいろいろそういう情報も発信してるんで、概要欄チェックしておいてください。